あの立ち家でっけえなー、おい立ち家が。いや、みこちゃん、すいませんね、みこの立ち家すげえでかいか。画質の画素数の鬼やからな、みこち。ちょっと伊藤誠という主人公知ってますか？知らない。歴史の人？知らないんですよね。あ、歴史の人、まあ確かにある種歴史なのかな。うん、まあある種歴史を作ったと言っても過言ではない人物なんですね。三角関係とか、うんうん、その末路が描かれた内容となっておりました。なんか二人のどっちかでこうモヤモヤする感じのやつ。まあそうですね、そう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 、まあその差し替えでね、綺麗なボートの映像が流れてこのナイスボートって聞いたことあります？ナイスボートはないか、うん、なんかでも誰か、なんだっけ、なんか誰かに勧めてもらった動画で見た気がする。船がさ、こうピューって行くやつ。あ、そうだね、そうだね、よくね、あのネタとかでも使われるこのナイスボートがね、まあ流行語、ネット流行語大賞5位ぐらいにも選ばれたりとかするぐらいね、まあ、ネットでもすごい話題になった作品となっておりますと。あ、そうなんだ。これ最終回はどうなったん？最終回はもう本当にそういう時の、まあ、うん、まあまあまあ、それはね、あのさておき、ね、さて、ごめんごめんごめん、それはネタバレになっちゃうからね。ごめんごめんごめん、そうだね、出ました。ミコが知る中で史上最強のクズ主人公、それが伊藤誠という男。ちょっと待ってください、ミコさん、やっぱりでも伊藤誠にもファンはいるんじゃないですか、はい、こんなクズ主人公とか言っていいんですか？大丈夫です。ちょっと待って、マジで、ちょっと本当に大丈夫です。それが伊藤誠という男なんです。全世界が認めてる。これ本当？ちょっと全世界が認めてる、大丈夫。キユースバちゃんも起用しない、うん、もうこれ見たら起用しないぐらいです。なるほどね、じゃあちょっとミコチを信じるわ、スバル。信じてください。